おはようございます。関根和夫です。ご無沙汰しております。昨日、オーストラリアに住んでいる私の進学校時代のクラスメートとズームでしばらく話をしました。まあ、それこそ進学校の寄宿舎で一緒に生活をしてから、今まで一度も会ったことはなかった友人なんですよね。まあ、Facebook で、なんというか、お互いの消息を確認して、それじゃあ、ズームでという話になったんですけどね。でも、いやー、懐かしかったですね。もう50年近いんですよね。目の前に現れた彼と 奥さんの姿を見ながら、もう面影はもちろんあるんですけども、本当にいいおじいさんおばあさんだよなとお互いにね、そう思ったわけですけど。でも、話が弾んで、とても本当に便利な時代になったんだなということを実感しました。で、私もおかげさまであんまり英語も忘れていなかったので、ある程度自由にあれこれ話をすることができたんですけれども、まだまだこれからあの時代に一緒に学校にいた人たちが結構いるので、こういう機会がまだまだありそうだなということを楽しみながら対談を終わりました。実は昨日、話をしたフィリップという友人なんですけど、彼は私の身近にいて、本当にあれこれ世話をしてくれた面倒見の良い若者だったんですよね。今は彼は、まあ、牧師の仕事を引退して、老健施設でカウンセラーとして、あるいは、まあ、なんと言うんでしょうね。それこそ、そこにいる人たちの伴走者として、また、カウンセラーとして仕事してるんですけどね。学校が始まって一番最初にイースターの休暇があったんですが、オーストラリアは2月が学校始まる季節なんですけど、そのイースター休暇の時に、このフィリップという友人は自分の両親の住んでいるマウントガンビアというところに私を連れてってくれたんですね。ブルーレイクとか結構有名な湖があったりするんですけど、学校があったビクターハーバーというところからマウントガンビアまでは450キロです。留学して初めての長旅で、どこに行くのかわからないというか、今ほどこういうね、ネットとかありませんでしたから、本当に情報がなかったんですよね、私にはね。でも、なんかとても記憶に鮮明に残る初めての長旅だったですね。雨がよく降った時だったんですけれど、そんなことを思い出しながら、いやー、いろいろ面白い時代がやってきたなというふうに感じました。もう、年を忘れてというか、昔の話に花が咲き、今の話に花が咲き、なかなか話が終わんないという、そんな感じで、楽しい時間になりました。今年は、もしかすると本当に、オーストラリアのクラスメートといっぱい、ズームが始まりそうな、そんな感じがしています。ほんのひとときの、つかの間でしたけれど、楽しい時間になりました。ズームは、できるようになるといいですね。便利です、やっぱりね。まあ、それはそれとして、今日も良い一日でありますように。それでは。